ですね。今日は何をしましょう。作った幻覚なの？気をつけてね。ここから難易度が上がるよ。ダメだよ。やっぱりどうにかできちゃうんだね、精霊。それなら。これからが始まりだよ。
したの？これが律者の全力？無駄だよゼーレ、君は結局規則の束縛を打ち破れない。私の剣能はすでに彼女の力を削ってる。このまま攻め続ければ。おや、命の上だ。ここであと少しだよ。ここの全ては僕の領域だよ。規則は僕の全ての願いに応えてくれる。さよなら、律者。どうやら君を見くびってたみたいだね。それなら続けよう。今回はもっと真面目にやるよ。当たるなんてね。中でもこんなに強靭な花が咲くのか。それなら僕も目の名において相応の礼儀を持って対応させてもらうよ。シャ、ここの命たちをあなたの規則から解放します。相当自信がついたみたいだね、リツシャ。でも君は本当に規則の全容を把握できたのかい？
ましょう、リタさん。願いが芽生えるところは天地が逆転する。言って、これがシャの意志だ。やっやっはっやっ魂の本流止まらない。チビたちも君の権能の現れなのか。でも今はもう僕のものだよ。全地の羽は空を覆う。クローラ、ティアナ、みんなの力を取り戻さないと。魂の本流止まらない。力が戻ってきた。社のエネルギーが集まってる。気をつけないと。
まらない。やっはっえい、やっえい、はっえい。やだ。ぼやっ魂の本流止まらない。行ってはっやっふえい。魂の本流止まらない。ふっやっえいえい。魂の本流止まらない。ここの命たちに返してもらいます。